Hey you guys, thank you so much for checking out Chris's room. いや本当にね、コロナが大変な状態になってきました。やっとコロナ終わったかと思ってね、いろんなニュースにもコロナ、そこまでのものかとか思って、あオリンピック、このまま大丈夫なんじゃないみたいな感じで言っていたら、いきなりなんとコロナがかかっちゃった人が7万人を超えて、で、アメリカごめん、イタリアで7万人で、今度アメリカで爆発しちゃって、アメリカで今もう5万人を超えているっていう状態。ね。で、今度オリンピックが延長されるっていうふうに。 になっっちゃってもうこれどうなってるのっていう状況だと思うんだよねで今日はですね私がちょっと思ってたことなんですけれどもこのようなニュースが毎日僕たちに入ってくるとメンタルっていうか僕たちの精神的にどうなっちゃうかっていうことについてちょっとお話できればと思いますなのでちょっとね一瞬だけお時間をお借りできれば嬉しいんですけどまずねちょっとね僕言いたいポイントが2つあるのね1つはやばいニュースが今入ってくる時期だと思うんですよ ね、本当に僕の近所の,あの隣のおじいさんのところに行くと「ね,ねなんかお手伝いできることありますか?」って言うといや大丈夫だよクリスコロナなんてねあのすぐ終わるからって言ってもう全然マスクもしない手洗ってんのかなみたいなもう本当に僕と今ニューメキシコサンタフェっていうねニューメキシコ州のところにいるんですけど中には全然気にしていない人も。 いるんですよねでニュースとか見るともう全然大丈夫って言っている人もいるしねインペリアルカレッジロンドンの レポート。インペリアルカレッジっていうのは世界のトップ10の大学って言われていて、もう本当に WHO とかイギリスとか、中にはアメリカの政府にもデータを共有している。ね。本当にスワインフルーとか SARS とか、過去のエピデミック問題の時のトップのリサーチを出していた大学で、このインペリアルカレッジ、ロンドン。 が出したレポートがかなり怖いんだよね。これは本当にその全然もう余裕持って冬まで続きますよみたいなことを言っているわけよ。で、まあね、だからこのニュースの極端があるんだよね。で、日本でもあったよね。なんか K1 やっても大丈夫みたいな、この世界の視点から見るとね、アメリカとかスペインとかイタリアがもう大変になっている状態に K1 のイベントをやるとか。 ね、そのど、僕もね、これ、アメリカで見てて、もうアメリカのテレビとか見てると、もう緊急状態になってるわけよ、トランプ大統領が毎日ライブやってて、ワイトハウスから。で、なんか、え日本はなんか、オリンピックやるみたいだよみたいな、うん、なんかね、5万人が集まったなんかリレーの火つけるイベントみたいなのがあったみたいだよとか、なんかね、K‐1 のイベントで1万人弱、6000人、7000人には分からんけど、が集まってて、えっ、何これ、コロナ終わってるの っていう感じなんだよね。で、ポイントは、いろんなニュースが入ってくると、大丈夫だよっていうニュースも入ってくるし、やばいよっていうニュースも入ってくるんだよね。で、ここのポイントは、僕がすごいいい,い,いなって思うのは、ね、ニュースを読む前に、マインドフルを使って、ちょっと頭、精神的に準備をすることなんだよね。いろんなニュースが入ってくるので、ぜひですね、このニュースを読む前に、 ね、自分のムードがかなり激しく揺れるぞ。揺れる可能性があるぞって自分に言うと。 でニュースを見るといいんじゃないかなって僕は思うんですよねこれなぜかっていうと僕が思うのはこのようなコロナウイルスっていうのはもうそこがない恐怖だと思うんだよねそこがない恐怖だと思うんですよある意味例えばねどういうことかっていうと例えば僕がね例えばあのまあ、正社員の方にあなたはもうね今月で仕事をいっぱいですって言うじゃんするとめちゃくちゃ恐怖怖いな不安を感じると思うんだよねどうなるの来,来月どうやって家賃払うのとかいろんな恐怖がある なんだけど一応その恐怖の底はあるんだよね最低の場合なんかホームレスになるとか最低の場合はなんか親のところとか友達のところで住むとかなんかねその最悪ラインがわかるんだけどコロナの場合はこの最悪ラインがどこにあるのっていう話なんだよねあのね本当にトランプ大統領が大統領になった後こうやって経済がピューって伸びたんだけどそれが今全部パーになっちゃってるっていう感じなんだよね本当に大丈夫なのみたいなこれ本当によく考えていくとそこ がないもう世界終わっちゃうんじゃないのっていうギャーっていう崖から落ちてそこがないから永遠に落ち続けるみたいなかなりの不安を感じる恐怖だと思うんですよね。なので僕の最初のポイントは Let's be mindful.We、ね、gotta stay calm.Be、ね、mindful when you read the news.、ね、ニュースを読むとき、ニュースを聞くとき、ね。誰がそういう情報を言っているのか。ね そのちょっとマインドフルネスを使ってニュースを聞くとこの精神的なこの感情ローラーコースターを避けれるんじゃないかなと思っています。ね、本当に今 YouTube、日本の YouTube とかにもなんか大変なことが来るよ、ロックダウンになっちゃうよって、ね、本当にその何ヶ月分の食事がないとやばいよとか、ね、いろんなこネット、世界中でこういうのが広がっている状態なんだよね。で本当にこれパニックっていう状態になりやすいんじゃないかなと思うんですよ。で2つ目のポイントは ね、もし不安を感じている、恐怖を感じている、これマジやばいんじゃないと思ったら、that's normal.OK?That、okay? is normal なんだよ。それが普通だと思うんだよね。ね 本当にこの恐怖を感じる、さっき言ったように、底がない恐怖だよね。もうどこまでこのコロナやばくなっちゃうのみたいな感じで、この底がない恐怖っていうのを感じて、わーって、その不安を感じるとか、ね、ちょっと落ち込んじゃうとか、ね、恐怖を感じるっていうのは、全然全然当たり前なんだよね。だから僕のポイントは、ね、多分、感情ローラーコースター、結構 この感情ローラーコースターが来たらどうすればいいのかっていうのは、まあ、本当にこれ感じていてもそういう不安を感じても大丈夫だよっていうことを僕はお伝えしたいんだよねでこの反対側もあるんだよねこの感情ローラーコースターでバーンって落ちるとスパーンって落ちたら今度は逆にこの感情ローラーコースターだから上がるときもあると思うんですよ ね、この上がりが結構、IntenseClarity、Intense clarity. Int っていうのは結構リアルで激しい、もう本当に直感的にキュッてなんか見えるんだよね、正しい道っていうか、愛の世界っていうか、で、本当に、ね、この人類が今いい方向にシフトしていく時期だと僕は思うんだよね、この何千年前から予言されていたとか、そういうことじゃなくて、 ね。そのコロナがあるかないかは置いといて、コロナがなくても今人類はいい方向にシフトしている。ね。働き方、前も、前のビデオも言ってたんだけど、嫌いなことをして生きていくっていうのは、これは普通じゃないのよ。それを変えていこうよ。ね。戦争がまだ地球で起こっている。これは普通じゃないのよ。これ変えていこうよ。 ね、こうやって環境問題自分たちは地球を壊しているこれ普通じゃないわけよ変えていこうよだからこの普通っていうのは正しい生き方っていうか心を込めた愛を持っている生き方と思うん,思うんだよねだからこのようなその古いやり方ね今にはもう必要ではないやり方がそろそろポツポツ外れていくんじゃないかなって僕は思っているんだよねなので今日の2つのポイント ね、ニュースを見るときはマジマインドフルネスを使った方がいいいと思います今日本には、まあ、世界にはいろんな情報が流れているからちょっと心のブロックで一応僕の家族がやっているのは、まあ、やっていた時はあ,のあったんだけど今はそこまでやってないんだけどちょっと乗り越えたから。あの その夜8時以降ニュース見ないとか9時以降はニュース見ないとか、ね、朝,朝一にニュース見ないとかちょっとこのニュースから自分を避けておいていくっていうことです。でもう2つ二つ目のポイントは「It's normal」もし本当に不安を感じたり恐怖を感じたり「え本当に世界終わるんじゃない?」とか「え学校どうもう本当にこれ仕事どうなるの?」っていうこと、ね「生活どうするの?」 マジ怖いと思うんだよね。だからそういう不安を感じていたら、全然それはノーマルだよって。で、その反対側も絶対あると思うから、ね、本当に、oh, I can see it clearly. なんか僕の正しい道が見える。ね、もう感情的、直感的に、あ、この、この道が正しいんだ。 ってていいうのがなんか見えてくると思います、ね、これは本当の一般の人とか、ね、政府のリーダーシップの人とかいろんなところの、ね、会社のリーダーシップの人とか学校のリーダーシップ病院のリーダーシップの人たちが絶対感じていけるところなのでもしそういうリーダーシップのチャンスっていうかリーダーシップの,のスタンスが取れるような情報アクションが取れるようなポジションにいたらぜひですね 思思いいいいいいっっっきりここの正しい方向に動いていくっててくうととをあのぜひやっていただければと思います本当に今世界中にこういう状況になっていてね日本は僕ねごめんね今アメリカにいてそんなによくわからないんですけれどもあのなんかね本当に日本もちょっとまたコロナ恐怖が戻ってくるんじゃないかなって僕は思うんだけどまあねなのでポイントは。 もう一回言うけどニュースが来る前ちょっとフィルターをかけて心の準備をしておくで2つ目ねローラーコースターが来ると思う恐怖不安をめっちゃ感じたりその反対逆直感的に正しい愛の 心を込めた道が見えるるようにななんじゃないかなって思いますねっ本当に今はこのリーダーシップができる、ね、スタンスポジションにいる人たちは是非このリーダーシップ他の人たちがパニックになっている他の人たちが恐れているかもしれないけどあなたは大丈夫、ね、本当にねこれ面白いよね。そこがない恐怖で、ね ね、自分は大丈夫っていうのは面白いよね普通の場合はなんかさそこがあるんだよね恐怖の中でクビになるとか、ね、学校の先生から怒られる宿題ができないいい学校に入学できないいい転職ができないいい職がつかない、ね、クビになるかもしれない仕事がなくなっちゃうかもしれないって言って一応そこがあるんだよね恐怖がでこのトップ上にも天井があるわけよで天井っていうのはうまくいったら億万長者になれるかも収入が上がるかも社会的に成功ができるかもみたいな感じ なんだよねでもこの,このリアルなコロナで日本では分からないんだけどアメリカとか世界にいるといやこれマジ世界の経済数年間変わっちゃうかもよっていうこのリアルな考えがもう普通の天井だったらこれ億万長者になろうビジネスで成功するとかいや正しいことは人類として生き残って正しい道を選んでみんなが 愛がある世界。不安を感じなくていい世界。いじめがない世界。戦争がない世界。環境を壊さない世界。動物を大切にする世界。人類を奴隷にしない。ね。人が奴隷になってないとか。それが正しい。なんかそれが天井なんだよね。それが新しい成功モデルっていうか。で、失敗が、前の場合はクビになる、仕事がなくなっちゃう、ホームレスになっちゃうとかだったのが、ね。 今の失敗は人類がダメになっちゃう。ね。経済がマジ壊れちゃって、今まで知っていた仕事のやり方がもうできなくなっちゃう。ね。今までやっていた、はい、就職して、はい、オフィスに行って、カチカチサラリーマンやっててっていう、ね。もうその、または好きなことを仕事にしてるかもしれないんだけど、ね。その、そもそも経済が止まっちゃうかもしれない。 ね、世界のトレード防衛貿易が止まっちゃうかもしれない。ね。このような底がないような恐怖。だから、ある意味なんかね、なんか普通とは絶対違うような恐怖と希望が見えてくるんじゃないかなと思います。Alright, guys. 僕もね、本当にね、コロナの前は、2020年の前は、ね、嫌いなことを仕事にしている。やりたくないことで生きているっていうこともできるけど、ね。 自分が本当に心からやりたいことを仕事にしていこうよって言ってたんだけど、ひょっとしたら2020年の後はね、もう本当に心が求めていることしかやっていけれないような世界になるのかもしれない。ね、本当に心がその人類のためっていうか、みんなのためっていうか、本当に僕たちが本当に世界で幸せになれるために そのような方向に自分を動かしていく。みんながそれをやらないといけないよっていうふうになるかもしれない。<laughs> まあならないと思うけど、ね。そういうふうに思っています。Alright you guys, so keep in mind. ビッグウェイブ e ローラーコースター i m e これも世界中にローラーコースターの時期なので、このローラーコースターを感じるっていうのは当たり前の当たり前。で、これからいろんなニュースが広がってくるから、そのニュースが入る前にちょっとフィルターをかけて、用意ドンみたいな感じで心の準備、読む前に準備をしておいたらちょっと楽になるんじゃないかなと思います。Alright, guys. で、明日の朝ですね。今日日曜日の夜なんだけど、明日の朝、僕ね、目覚ましクリス、おはようジャパンっていう感じでね、ライブやりますので、もし興味がありましたら、ぜひ見て、えー いいただければと思います。この今ね、今の感じで、もうちょっとライブを増やしていって、みんなでなんかね、幸せなことを話しながら、希望を持って、ね、人類、みんなの光を心の中で持って、幸せな世界を一緒に作っていこうぜっていう感じでやっていければと思います。Alright, you guys, I love you guys so much, and I will see you next week. ありがとうジャネイ Thank you!